どうも皆様こんばんは。 Welcome to my game channel is Cobra が序盤から簡単に撮れるロケーションレザーについて紹介いたします。プリケツ砦ではレザーが10分で69個回収できるロケーションとなります。こちらのプリケッツトリデではウサギの皮、キツネの皮、ラッドスタックの皮、そして皮の束などがあります。今回はそちらの素材がレザーの回収ロケーションとなります。今回紹介したプリケッツトリデは比較的レザーを回収するにあたって効率がいいロケーションとなります。ギフトショップから降りるとこちらのロケーションに行きます。出現するモブはスーパーミュータントとなります。スーパーミュータントを対処後家屋がありますんでそちらの家屋にレザーが大量にあります。こちらの家屋に行くと屋根裏にぬいぐるみが11個置いてあります。こちらがレザーが22個となります。ジャンプしながらバツ連打すれば取れると思います。カムデンパークはレザーが36個回収できるロケーションとなります。こちらに出現するモブはスコーチとなります。カムデンパークにはミスターファジーというぬいぐるみを回収することでレザーが簡単に入手可能となります。こちらにはベンダーがいます。ですが今回紹介した2つのロケーションについては
20分でレザー105個回収が簡単に周回が可能となります。皆様お疲れ様でした。